この番組は APN プレミアコンサルティングパートナーであるサーバーワークスの社員宮沢を中心にサーバーワークスの最近のお知らせやニュース、エンジニアブログからピックアップした内容をコメント解説付きでご紹介します。クラウドで世界をもっと働きやすくをビジョンに掲げるサーバーワークスの今をまったりと社内ラジオ感覚でお届けします。はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮沢です。今週もサーバーワークス FM やっていきたいと思います。ではまずはいつも通りですね、お知らせから見ていきましょう。お知らせなんですけれども、ちょっと一つ追加されているものがありますので、こちら見ていこうかなと思います。こちらなんですけれども、リモート接続環境の構築サービスの提供開始といったところになります。まあ、どういったものかというと、テレワーク環境を構築するサービスにはなるんですけれども、AWS のクライアント VPN を用いた構築サービスになっています。ここにも書いてある通りですね、コロナウイルス拡大してですね、在宅っていうのをやらなきゃいけないような環境になったんですけれども、そういった中で VPN でやるっていうのはまず一番手っ取り早い方法ではあるんですね。それが AWS のクライアント VPN っていうのを使っていただくと、より迅速に準備ができます。もちろんこう出社したりとかするっていう、ハイブリッドは全然あるんですけれども、こう在宅もテレワークも両方とも選べるっていう選択肢を会社として用意できる。でそれを気軽に柔軟な料金体系でできるっていうのがクライアント VPN のいいところなんですね。我々で構築サービスというのは提供しましたよといったものがこちらのプレス内容になっています。私個人的にはもうサムル認証を対応したのがものすごい激アツなので、これ使っていただければですね、それこそ我々ワンログインというのを売ってるんですけど、それと合わせて多要素認証を実装した VPN の仕組みを用意するとか、既存の AD があればそこと連携したりとかっていうこともできますので、今の形に合わせたりとか、もっと未来の形にするっていったようなこともできますので、ぜひ見ていただいてご検討いただければと思います。では次に行きます。ちょっとこれはもう前回もお知らせしていますが、ちょっと年末迫っておりますので、ちょっと再度ここでお知らせさせてください。サーバークスはですね、年末年始の休業いただきます。12月30日から翌年のですね4日までお休みとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。年内の最終日は12月29日で、年始の始業はですね1月5日からになります。で関連会社のですね、皆様のサーバーと保守させていただいているスカイ365さんは通常通りサポート業務を行っておりますので、そこはご安心いただければなと思っております。はい、次にイベントセミナーの紹介になります。セミナーなんですけれども、ちょっとしばらくページになかったんですけれども、年明けの部分が追加されております。ちょっとまず年末の部分ですね。まず22日にクラウドオートメーター中級編といったところでジョブワークフローのウェビナーがございますので、こちらチェックいただければと思います。というのと、同日にはなるんですけれども、弊社でもですねリインベントの総括といった形でウェビナーをやらせていただきますので、こちらも22日にありますので、ぜひチェックいただければと思います。でここからがですね年明けの部分になります。まず1月13日、初めての Google クラウドハンズオンのウェビナーがございます。これサーバークスではなく GGEN 主催のウェビナーになりますが、こちらもあります。ぜひ Google クラウド興味あるといった方はぜひ参加いただければと思います。でこれ大事なんですけど、お申し込みは先着順になってますので、ぜひ見てもらえればなと思います。でそのあと翌週とかになるんですけれども、18日に初心者向け AWS 公式セキュリティ資料を20分で分かりやすく解説というウェビナーをさせていただきます。こちら弊社のですねお客様向けのトレーニングや教育の事業なんかやらせていただいているチームのですね中村さんが講師としてお話しさせていただきますので、こちらもぜひチェックいただければと思います。で翌日にですねクラウドオートメーターの初級編といったところでウェビナーがございます。で2月になりまして、こちら何回かご紹介させていただいておりますが、インプレスさんと共催というか、インプレスさんの主催でやらせていただいている AWS の認定のソリューションアーキテクトアソシエイトの講座がございますので、年明けて、ちょっと一発気合い入れてまずはアソシかなっていう方はですね、まずちょっとこれから入ってもらえると、一旦まずこれを受けていただくと、まんべんなく AWS のことを学べますので、もちろんこのプロ編もあるんですけども、まずこれでまんべんなく学んでみるっていうのの取っかかりとしては、こういったトレーニングというか対策講座を受けていただくてもいいのかなと思いますので、ぜひチェックいただければと思います。でもう一つだけちょっとお知らせというかなんですけれども、ダイレクトコネクト障害を振り返るというウェビナーがありますが、こちらに関してなんですけれども、今オンデマンドで絶賛公開させていただいております。おそらくこの動画がですね20日とかに公開されてると思うんですけれども、この動画はここのフォームに書いていただければ無料で見ていただくことができるんですけれども、期限がですね21年の12月24日までとなっておりますので、
サーバーワークスサンタさんのプレゼントはここまでになりますので、特にダイレクトコネクトって結構もうこの障害があったので、どう冗長化とかそういった構成をしたらいいんですかとか、どういうポイントで考えればいいんですかっていうのが結構難しかったりとかするので、ぜひこのウェビナー見ていただければと思いますので、本当に期間が迫っておりますので、まず申し込んでいただいて、ちょっと一度だけでも良いので見ていただけると大変ありがたいです、といったところでこちらチェックいただければと思います。はい、次はブログのコーナーになりますが、まずちょっといつも通りの定型文をお話ししちゃうんですけれども、ぜひですね、ツイッターフォローいただけると我々のブログの更新情報を拾いますので、ぜひチェックいただければと思います。で、今日ちょっと2つお話ししたいんですけれども、巷をまあちょっと騒がせている Log4j2 の脆弱性について、弊社の方でもまずこれがどういったことが起きているのか、まあ、インパクトの具合とかっていうものを訳したブログを公開しておりますので、こちらぜひ見ていただければなと思います。で、これとですね、合わせて我々もご提供させていただいている AWS WAF をいい感じにしてくる WAF チャームっていう製品があるんですけれども、製品の内容までちょっと話し合うとあれだ、ちょっといい感じっていうふうに言っちゃうんですけれども、その WAF チャームでですね、詳細ここ見ていただきたいんですけれども、今回のこの Log4j2 の脆弱性に関して、これに備えるための対処方法っていうのがもうすでに用意されておりますので、こちら見ていただいてぜひ対応いただければなと思っておりますので、こちらも合わせて見ていただけると大変良いかなと思います。Ggen のブログもちょっとご紹介させていただければと思いますが、 Ggen も今ちょっと WAF のお話をしたんですけれども、 Ggen の方でもですね、 Google クラウドの WAF のサービス、クラウドアーマーというものがあるんですけれども、こちらのブログもありますので、じゃあ Google だったらどうやねんってところとかもここで見ていただければなと思います。はい、次にですね、サバワークなんですけれども、こちらもちょっと更新が止まっているんですけれども、こちらサバワークスのことを知っていただくメディアとなっておりますので、こちらもぜひチェックいただければなと思っております。はい、では次のコーナー行きたいと思います。嬉しい楽しい USB-C、 はい、といったところで今日もですね、 USB-C のネタをお話ししていくわけなんですけれども、皆さんこの1年どうでした？私もいろいろケーブル買ったり変換アダプター買ったり、まあいろいろしたんですけれども、まあいろいろありましたね。最近ちょっと某メーカーさんの実はハブが M1 Mac でなんかうまく認識しないとかってあって、ちょっと困ったりしてるんですけれども、いろいろこう試して、まあ、いろいろやってるって感じですね。で、まあ今日はそんな中でですね、ちょっと大物にはなっちゃうんですけれども、アンカーさんのですね、パワーハウスですねっていう 4W 電源にまた新しいものが出たみたいなんですね。で、こういう、まあ、持って持ち運べるって言っても気軽ではないんですけれど、まあまあの大きさのものになっています。まあまあの大きさなのはバッテリーの容量が大きい、普通のちっちゃい携帯バッテリーとは全然違って、もうすごい量の電力が出せたりするんですけれども、こういったものになっています。まあ、いろんな家電充電できますよという感じですね。で、このバッテリーのいいところはですね、コンセントの形になってるんで、究極言ったら何でも充電できちゃうところがあるので、これがやっぱ一番いいところかなと思います。会社にですね、これの何個か世代前のものもあるんですけど、それよりも見た目が良くなっていますよね。インターフェースがすごい良くなってて、結構良さそうだなっていうのは個人的には感じています。あとこれあるんですけども、LED のライトになるんで、それこそあのキャンプとか今流行ってるんですけど、ああいうところから持ってって、ライトとしても使うことができるしっていうのが、これ結構良いですね。で、ここで紹介してるからにはそうなんですけれども、まあ、ちょっと一旦それ後で、ソーラーパネルが実はアンカーさん出してるんで、これつなげば外で充電しながら使うこともできるっていう感じになっています。見た目は結構私シンプルでこれいいなって思いましたね。で、残り残量も分かりますと。で、劣化を防ぐって感じですね。まあそう、これ結構大事で、接続したままでも劣化を防ぐってことは、家で何かあって、ちょっと今の時期ちょっとあんまないですけど、台風の時期とか、ああいうゲリラ豪雨の時期とかって、ワンチャン停電する可能性あるんですよね。その時とかに電力これ確保する時とかに、いちいちその時だけ充電してあるわけじゃやっぱないんですけど、でもやっぱ差しっぱなしにしておきたいっていう時とかに、こういった劣化が防げるものであれば、まさに簡易的な UPS として使うことができるので、これはかなりいいんじゃないのかなと思いました。一家に一台っていうのがあるのかなっていう気がしますが。で、充電時間もかなり早いですよと。で、これね、すごいんですよね。付属のこの AC アダプターもあるんですけど、これですね、USB-C で 60W の充電器からも充電できるってことなんで、ワンチャン1個持ってればどうにか充電できるっていう感じですね。はい。で、ここで紹介してるくらいにも USB-C の話をしますが、出力ですね、が AC、まあ、これ普通のコンセント挿すところが最大 600W の、まあ、200W の 1.82A200W
ですね。で USB-A のポートもあるので、ここが各ポート最大 12W、 合計最大 18W になります。で USB-C、 ここですね、こいつがですね 60W 出るんですよね。なんでつまり大体の Windows とか Mac のパソコンはまあ普通にいい感じで充電ができるようになっているので、これはかなり大きいですね。なのでそれこそワーケーションみたいなね、車にこれいうの積んどけば外で仕事するかちょっと置いといてなんですけど、そういうのでも使えますので、すごいいいんじゃないのかなと思いました。そう、私が言うてこれを必要とする機会がちょっとあんまりないんで、なんかあれなんですけど、普通にちょっとうっかり欲しいなと思ってしまうぐらい見た目もすごいいいですし、なんかちょっといいなと個人的には思いました。ちょっと重そうなんてか、重そうとか多分重いんですけど、まあ確かに1個ぐらい家に置いといてもいいんじゃないのかなと思えるような製品でしたね。意外と高くないんですよね。昔とかってこういうのって3万とかしたと思うんですけど、今2万ちょっとで買えるんだなっていうのがあるので、ありかなっていうのと、なんか前みたいにブラックフライデーみたいな時とかに1万9800円とかになっちゃったら欲しくなっちゃうんじゃないのかなっていう気はしてます。まあ、アンカーさんここら辺でやっぱ強いですよね。見た目もデザインもすごいかっこいいし、使い勝手とかも優れてるんで、やっぱ結局はアンカーって感じになっちゃいますよね。はい、といったところで今日の USB-C のコーナーでした。はい、といったところでですね、サーバーフェス FM はですね、ちょっといきなりエンディング入るんですけれども、皆さんからもご質問とかこんな話聞いてみたいみたいなのを募集しておりますので、この私の動画とかの下のコメント欄でもし何かあれば書いていただけると大変嬉しいです。で合わせてですね、チャンネル登録しない方がいたらチャンネル登録本当にお願いします。あと高評価を押していただけると、我々こうどんどん作ってるメンバーが増えてますので、このスタッフも励みになりますので、ぜひお願いします。で合わせてですね、今日ちょっとここ最後これに入れてるんですけれども、実は再生リストを作っていて、まあ、実はいろんなコンテンツが増えているんですけれども、いろいろ再生リストを出しております。こんな形でですね、いろいろ私が話しているこう認定資格系の動画があったりとか、まあ私が出しているような FM のやつとかデバイスレビューもあるんですけれども、最近ですね、またちょっと別の企画でですね、エンジニアブログの解説動画っていうのをまた別で出しておりまして、この収録時点ではもう2本目が出ていて、これもできる限り定期的なペースで出していこうっていうところで取り組んでるメンバー頑張っておりますので、ぜひこちらもチェックいただいてですね、ぜひ高評価ボタンと、あとなんかこういうのがちょっと見逃したくないなと思ったら、本当にチャンネル登録をしていただけると大変ありがたいので、ぜひともよろしくお願いします。はい、といったところで、ちょっと最後宣伝になっちゃったんですけれども、今週のサーバーアクセス FM は以上にしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただいてありがとうございました。